よっ、俺たちの時間のアッキーです。今日はね、2ピックをやっていきたいと思います。で、あれなんだよ、俺すげー2ピック下手くそで、もう多分ね、サドバユーザーだから一番下手くそって言っても過言じゃないくらい俺ほんと下手くそなの。だからちょっと今回はちょっとね、視聴者の皆さんが先生となって、で僕生徒ね、俺が生徒で、ちょっといろいろやってっから、ちょっとここもっとこうした方がいいよみたいなっていうのをちょっとね、ご教授願いたい。ちょっと皆さん、あ、で、あれね、私もちょっとあんまり2ピック上手くないんだよねって人は、ちょっと俺と一緒に勉強していこう、みんな一緒に頑張っていこうっていうわけでやるよ。というわけなんだけどさ、ここまずこの3人の中から何を選ぶかっていうけどさ、俺的にはね、生徒の意見としては、なんかやっぱ現環境で流行ってるカードが、まあ、強えんじゃねえかと思うので、今回の場合は多分ネクロか、ネクロかビショップがいいんじゃないかって思うんだけど、まあでも環境トップネクロだもんね。だからちょっとネクロにします、今回は。で、俺ね、全然もうなんかダークネスエボルブの時とかは5勝してたんだけど、もう今全然5勝できなくて、頑張って3勝みたいな。で、もうほぼ0勝が多い、やっぱなんか1回も勝てないみたいな。で、この2択はな、どうしたらいいんだ。ああ、でもさ、ちょっとみんな、ここの2択はこうした方がいいみたいなのもあったら全然教えていただきたいんですけど、まあ、ここは左なんじゃないか。だって右のこのネフティスとか使いにくいだろ、完全に。なんかさ、この2枚あるじゃん、この2枚2枚で2択あって、でこのどっちかが使えないカードの場合はもう絶対そっち選ばない方がいいみたいな。片方は使えるカードであっても、もう片方は使えないカードだった場合はもうそっちを選ばない方がいいみたいな。で、その理論からいくと、この左ヘクター、まあヘクターはまあ使えるもんね。このネクロマンスさんでゾンビ1体出すで、全て2プラスして突進持ち、この効果は強いからヘクターを選びたいなと思って。こっちもまあ弱くはないよね、サンコスの4除去のスペルで。こっちの場合はネウティスがあまりにもちょっとデッキ構成で事故る可能性があって、このハエの王に限ってはまあこれはなんか完全に運ゲーだと。だとしたらやっぱこれは左を選ぶべきなんじゃないかなと思って、ちょっとテンポアップしていくよ。これはカメラは強いけど、ちょっとこのカードが使えな、なんか使いにくいよな。あとヘクターと合わねえし。で、ネクロアサシンか、これもまあ組み合わせによるけど、まあこれは左なのかなって思う、多分。わかんない、ちょっと先生いたらちょっと教えてください、左。これまたこの冒涜の墓場が使いにくすぎるよな。これはまあ骨の貴公子ナーフされたけどまだ使えるしな。これは右なのかな。あとあれだよね、このデッキバランス、マナカーブもちょっと考えていかなきゃいけないんだよね。まあこれは右かな。ちょっとテイコスこの辺り引きたいね。まあちょっとテイコスをちょっと使っていきたいから、これはまあ左かな。まあこのパクロミもさ、そんな弱くはないんだけど、ちょっと6コスの36で必殺っていうのがね、ちょっとなかなか使いにくいもんね。左かな。まあこれはちょっと除去スペルも欲しいし、でもこれどっちでもいいな。これもなかなか使えるもんね。だって下手したらこいつ56の守護でしょ。ちょっとこれ悩むな。でも俺除去スペルあった方がいいと思うんだよな。こっちも除去スペルだけど、まだこっちの方が使いやすいしな。これは左にしとこうか。まあそろそろ高コスト帯も入れてっていいんじゃないかな、右。ちょっとフォロワー、今何スペル3か、これとこれとスペル3、結構全部除去か。だったら左でいいのかな。これルシウスめっちゃ使いにくくない、この小安さん。コスト2以上のさ、他のフォロワー、これちょっと使いにくいよな。これまだ右なのかな。サハクイルだってさ、ニュートラルいなかったら使えないもんね。じゃあ右かな。まあ激死脳ガンも使えるからな、右で。カロン使いにくいね、これ左で。ちょっと2コスが全然ないから、2コスを引いていきたいから、これ右でいいのかな。ちょっと俺さ、あんまデッキ全体のこととかあんま考えられてないのかな。
ちょっと教えてなんかこここうした方がいいよっていうのを。ねこれはまあ4コスも少ないから左でいいのかな。試合の期間もこっちも使えねえな。カローも使えねえ。この2択何なんだ。これまだ右かな。ですねもう使いにくいこれ。もう左でいいや。もうなあ33と45、うん、まだ45かな。あこれ最後。うわなんだこれ。ちょっとさみんなこれ勝てるこれ、このデッキどうすればいい。これ2択、この死神の手帳、死神の手帳、死神の手帳で引くカードがこれとこれと。うわ死神の手帳使えないわ。これ左だ、もう強制左。あのさこれで勝てるんですかみんな。ちょっとみんなデッキ見て、デッキこれどうよ、勝てんのこれ、勝てるのこれ。全然わかんないけど、ちょっとデッキコード、あこれ意味ねえか、すぐ終わっちゃうもんね。じゃあ行くか。じゃあちょっとこれで挑んでいきます。あとさ、クソどうでもいい話するけどさ、なんかみんなコメントでさ、俺の声がさ、杉田さんに似てるだとか、小安さんに似てるだとか、いろいろ言ってくるけどさ、俺全然そう思わないの、あの自分で、あのパソコンで編集してて思うのに。で、思ったんだけど、あれでしょ、みんなスマホとかで聞いてるのかなと思って、ちょっと昨日スマホで聞いてみたの、俺の実況の声。そしたら、すげえ似てんのね、杉田さんとか。小安さんはちょっとよくわかんなかったけど、すげえ銀さんの声似てるじゃんと思って。なんかこの辺の声が似てるのかな、このちょっと声を低くした感じが。よくわかんないけど、スマホで聞くとね確かに似てると思ったわ。でスマホで聞いてる人一回パソコンで聞いてみ、全然似てねえから。でこれはこの2択はどうしたらいいんだ。2択じゃねえかマリゴ。でこれこのままでいいんじゃないか、ちょっとこのままにするわ。だって1コスだって除去スペルしか入れてなかったから、これでいいんじゃないかな。しかも高校でしょ、多分2ピックって高校の方がいいイメージがあるんだけど。で相手がドラゴンか、あ、まあまあいいんじゃないか。ドラゴンってどうなの ?2 ピックで。強いのこれ。普通にでもタクセンとかさ、なかなかさ、引けなくないか ?2 ピックとかで。アイラとかさ。まあこれは出すと。挨拶しようか。ドラゴンか。まだわかんないよね。でも相手先行なのか。ドラゴン先行だったらまだ強い方なのかな。よろしく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 な。似てるこれ。俺は全く似てないと思うんだけど。インペリアル、あれかな、まだね。これ次はさ、ゴブリンゾンビの方がいいよな。除去しなくていいよね、わざわざ。この22するのも別に使わねえし、これはゴブリンゾンビでいいよな。友達なんか臭いぞー。出た、やられた。あえてめっちゃスペル持ってんな。マジで、なんかさみんなさ何強くない、なんかなんでさそんなデッキがさうまく構成できんの。これどっち出したい、マリスゴースト。これ恩恵なくなるよな。まだボンキバレの方がいいかな、ボンキマイラー。あーでも5ターン目何したらいいかちょっとわかんねえな。これ進化で、まあ、テーマを殴ると。あーなんかさ俺なんか毎回2ピックやってて思うんだけど、なんでみんなさそんなデッキ構成がちゃんとできるわけ。まずさ2ピックで来なくない、そんなコンボカードが来るような編成がさ。全然来ないと思うんだけど、考えてるね。次のターン、ゴブリンプリンセス。強えなー。ちょっとこれ、進化性有利盤面捉えたらちょっときついぞ、これ。ああ、まあでも何回、残るから、この2体は処理できんのか。辛いぞ。ちょっともう、ああ、ヘクター引いたけどな。ちょっとこれ、高コスト体多いな。あーで進化切りたくないね。進化切ってまでやるべきかみたいな感じだよね、これね。これさ、こいつとこいつを処理してさ。あー、
ゴブリンプリンセスゴブリンプリンセス無視でいいよね。わかんねえ。なんかこれ処理したらゴブリンキング来るからさ、なんかまだいいのかなって思っちゃうわ。なんか6ターン目、6ターン目って何来る。オルカちゃん、オルカちゃん。これで相手ネプチューンとか持ってたらもうやばいよ。あー、ちょっと6ターン目きつくねえか6ターン目きつくねえかこれ。冒涜の墓場、マリスゴースト。これ冒涜の、あー、でも次のターンヘクター出せんのか。じゃあちょっとこっちでいいかな。でこれで相手ディスカード持ってないと思うけど、どうしよう。ネプチューン来たらやべえよな、これ。ネプチューン来るかな次。いや、ネプチューンの方が怖えよな。ディスカードだって相手手札2枚しかないし、これちょっとネプチューン読みでちょっとこっちに破壊しとくか。てかピンチなんだけど、すげえ。これドラグーン来たら負けんじゃないの。だって7ダメージ、9、11、12、ドラグーン来たら負けると。次、あー死んだ。なんか強くない。この試合俺何が悪いの。ねえ、運だけ。ちょっと待って、なんか全然勝てないんだけど、なんでこんな。もうわかんねえ。ツーピック先生教えて。大変なんだけど。まあこれで、これ処理する。まあこれもうしょうがない、処理する。でヘクター進化だよね。これもう殴られたら嫌だもんね。ヘクター進化で盤面を取っていくと。先生どうすか、先生どうすか、これでいいっすかね。先生、先生これでいいっすかね。きつい、これめっちゃきつい。次エンサの声で2体処理できるから。ドラグーンきついな。ドラグーン来ないでほしい。てかドラグーンで負けんじゃん。アイナでも最低負けるぞこれ。うわー、マジで顔殴んないで。やめてやめて、帰った帰った。あー、これ顔面きそう。あ、おおおお、ありがとうありがとう。キャロット出すと。あー、ちょっとどうする。ここ進化権もうねえぞ俺。いやー、進化圏ないのきつい。どうしたらいいのこれ。どうするこれ。処理するべき。処理したところでだよね。きつい、これ。あー、もうわかんねえよー。で、高コスト帯来た時のために取っといた方がいいのかな、この処理。うわー、わかんねえここ。わかんねえ、これわかんねえな。これ盤面取ってくんだったらさ、これでこうして、これでこうして、これなんだけど。あ、でも相手手札3枚か、これで。きついんだけど、めちゃくちゃ。先生何が悪かったんですか、俺の。教えてください。うわー、何これ、めっちゃきついんだけど。陶器で回復して引いてく。キャロット出す。あー、これでマンモス出せるな。シャドウリーパー、これ盤面並べてった方がいいかな。ちょ、盤面並べてくか。これリーパー出して、リーパー出して破壊して。うまかったろ。あー、でもこれマンモスの方がいいな多分。あー、でもどっち、あー、でもこれまだ1コス除去できるし、これこれちょっと、これマンモスにするわ。これマンモスにしよう。で次高コスト帯来ても多分マンモスで処理できるから。あー、でも失踪来たら終わる。これジェネシスとか来ても終わる。なんだ、なんだ、もうちょっとこのカード使いにくいよ。魔術師の書の解読とか、なんで作ったんだよこのカード6コスで3枚引いてる場合じゃねえだろう。なんかさ、あー、ライブラ、うわ出てきた。そういやそいついたな。やべえぞこれ。うわ、きっ
つ。待って、そいつ処理できんの。あー、来た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 けども、来たけどもね、まあ、これカメラを出すと、もちろんピーポーでカメラ出して、どっち出す。冒涜の墓場出しとく。これまだだって処理できるもんね。ちょっと冒涜の墓場にするか。え、もうさあ、こうするしかなくないか。なんかこうしていかないとだんだんと辛くなってくるからさ、やばいな。ちょっとこれやばいな。ちなみに今杉田さんの声を意識して喋ってるんだけど、ちょっと似てるかな。老縁、何をしてくるんだ、答えろよ。何をそんな考えてんだよ。てか、豪華回復すると、サンさん、何来る。うわー、お前それ持ってんのかよ。リーパー破壊か。ほっぺをぶち落とすぜ。ラスト、うわー、ちょっとウロボロス処理できねえぞこれ。ワンチャン魔術師の解読で3枚引いて何か来るかみたいな、そういうことになってく。これもしかして来た、何これ。おまだ処理できる。まだ処理できる。まだ処理できる。もうきついよこれ。もうこれ負けだろ、これもう負けだろ。これもう負けだ。これきついだろ。もうウロボロスバンバン出されたらもう周り無理だよこれ。強っ、周り失格だね。何これ、この試合俺何が悪かったの。うわー、ダメだこれ。ちょっともうダメだな。いやー、これもうダメだ。降参だ、ごめん。ルナの負けだよ。強い強いよ。いやー、やっぱちょっとウロボロス処理できねえな。ウロボロスとかモルディカイとかイージスとかやっぱ出されるとどうしようもねえな、ツーピックだと。いやー、きつかった。あれ、さっきもこのステージじゃなかったっけ。お、相手ランク低いぞ。パパ、ランク低いぞ。あれまだランク C か D ぐらいだろ。これだったらまだ勝てんじゃないか。ちょっとこれは2コス、あーでも3コス引けなかった時のあれがちょっと怖すぎるから、3コス1枚残して2コスを引いてく。引けない、引けないんですね。挨拶して、Your turn。 お、いいね、いい感じだよ。待ってたよ、そういうの待ってたよ。まあ相手もそんなランク低くないとはいえ、でもウィッチじゃちょっと勝ち目低いんじゃないかって思うけどね。これダークコンジェラでいいでしょ。だからオールキャット出しちゃうとさ、なんかあのなんだっけ、マジックミサイルとかで処理されちゃうから、ここはオールキャットじゃなくてダークコンジェラでいいと思うんだけどさ。エミル治療の手、これってさ、いまいち俺カードの効果わかんないんだけど、体力1のフォロワーを破壊する、なるほどね。で蜂だと普通に破壊すると、そういうカードでね。ん、墓場、あ、そうだよね、レクロマンス8だよね。これはまあ普通に顔面出して、もう友達出して終わりと。だってさ、ウィッチってさ、やっぱ土かさ、スペルどっちかにさ、振ってないとさ、使いにくいからさ、やりにくいんじゃないかって思うんだが、考えてるね。こんだけさ、まださ、PP 読んでさ、ダンプティダンプティ、もう一旦待てなかったのかよ。
あ処理すると。あ次進化されたらやだな。でも処理するか。ここは、まあ、ゴブリンゾンビでいいかな。なんか臭いぞ。進化して、まあ、処理して。あーでもどうなんだろう、ここもさ、なんかこんな序盤にさ進化権切っていいのかみたいなさ、なんか思ったんだけどさ、進化権をさずっとなんか先に切らないでさ、相手が切ってから切ってった方がいいような気もするんだけど、ちょっとな、進化権の切るタイミングも難しいよな、2ピックだと。私のなんでだよもうちょっと戦えや、まだなんかあっただろまあ、まあ勝ちは勝ちということで。